はい、それではお手本のその左右を書いていきたいと思います。では解説をしたいと思います。掛け順ですが、左は1画目が横です。2画目が左腹になります。そして1画目は右上がり、3画目も短いですが右上がりに書いてください。で、5画目なんですが、同じ横線でも真ん中までは右上がりを強く、最後真ん中から右は横という感じに書きます。はい、右ですが右ですね。右は書き順は左払いから1画目になります。で、横画が2画目になりますので、ここは注意していきましょう。そして2画目は真ん中ら辺までは横、右上がりを強くして、あとは横というふうに書きます。1画目が斜めのまっすぐな斜めに払うよりはちょっと丸みをつけたように入って、2画目につながるような払いにします。3画目、4画目の点接をきちんと作ることと、口の部分は縦角を出して横を出します。留めできちんとこの1枚をお手本をよく見て書いてください。以上になります。